いろんな意味で今週の木曜日は本当に注意ですね。皆さんこんにちは、 CXR 都市チャンネルへようこそ。ヒロピーです。山中です。そして、はい、今日のゲスト馬さんです。はい、こんばんはです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、コンテンツは CXR エンジニアリングというトレーディングシステム会社が、この番組を作成しています。さて、直近の相場概況のお話に、行きたいと思うんですけど、今日は、まず為替市場から、はい、行きます。さっきラジオでやっちゃいました。はい、はい、ドル円出してます。満月、新月、ムーンチャート付きなんですが、はい、今週の木曜日に、ちょうど新月をつける予定ですね。はい、はい、はい、でそこまでに高値をつけてそこから反落フェーズに入るのか、まだこういったレンジ相場みたいな反落になるのか定かではないんですが、まあ、山中さん、あさってぐらいは要注意ですかね。まあ、一応要注意なんですけども、うん、本来的には、まあ、新月といっても日食なんで、はい、あ、そうでした、そうなんです。だからドルが買われる可能性をちょっと考えたいんですよね。そうだとすると、直近の今引いたサポートラインと、平行に引いたような平行チャンネルの、うん、まあ、サポート近辺でもって反発していくと、まあ、それっぽい形になるかなと。だから今までは満月近辺の、まあ、安値というのがあったんですけど、うん、今回はその新月近辺での安値をつけて上がっていく可能性をちょっと個人的には考えてます、うん、なるほど、なるほど。イメージ的にはこれですかね。そうですね、うん、イメージ的にはそこに近いイメージですね、うん、そうですね、はい、うん、トレーディングビューの仕様上なんですけど、前側らしいですね。前側がちょっと前に、うん、ここが、なんだ、先日の満月の日ですね。はいはいはい。なので、まあ、要は位置の問題ということですね。位置の見た目のね、うん、あ、こっちもでも結局前回のあれも新月も一回こんな感じになったんですね、うん、まあ、上がってますよね。近しいですね、うんうん、そう。だから新月って意外と本当はですね、長いヒストリカルを見ていくと意外と買われやすいはずなんですよ。あ、そうなんですね、うん、だ最近はね、そうでもないんで、まあ、ただいずれにしても前回の月食にしても、うん、今週の日食にしても、うん、まあ、どちらに動くにしても、まあ、うん、動く可能性は高いということと、うん、あとはまあもう一つ、別のやっぱり配置があって、はいはいはい、太陽と水星が同じ位置に来るっていう、はい、まあ、これもですね、変化日配置の一つなんですよ。なるほど、なるほど、うん、だからまあそういった意味では為替よりも株とか商品が、はい、気をつけたいなとは思ってますね。なるほど。原油あたり見てみますか。うん、まあ、WTI でもいいですし、WTI、US オイルかな。はい。これでいいですかね。あ、そうそうね。US オイル、はい。はい。うん、ちょっとムーン消します。はい。ちょっと反落。70いったのかな。だからそう、ギリギリタッチしてないですね。ギリギリいってないか。69.97 です、ね。うん、だからこれが多分ですね、その日食近辺でもってこの辺の高値でうろちょろしてると、うん、反落する可能性があるかもしれないですよね。あさって、うん、今日ちょっと落ちて明日あさって上げてからストーンみたいな、うん、まあ、ストーンかどうかはあれですけど、もうちょっと息の長い変化日になる可能性の方があるかなと思うんだけ ど、まあ、ちょっとだから、あとはですね、まあ、ニューヨークダウなんかも含めて、はい、株価なんかも一応ちょっと注意しておいた方がいいと思いますね。ちょっと久しぶりの高値ですね。ちょっと長期見てみましょうか。月足でじゃん。あ、結構久しぶりの高値ですよ、うんうん、2018年みんな2018年以来の高値とか、為替だと黒線なんか2018年2月以来の高値って多いじゃないですか、うん、で、まあ、WTI なんかは 秋以来ですね、2018年ね、はい、うん、でも、まあ、でも久しぶりであることは間違いないですよ。そうですね、うん、1回このチャイナショックの後に、崩れたんですよね、25、6まで。でその後ここも75ドルまで戻して、70これ6.88ですね、細かい数字と、うん、でここからそこ本当はマイナス1点ですけど、噂のマイナス、ね、噂のマイナスなんですけど、これでは一応CFD なんで、うん、0までしかいってないですね、はいはいはい、噂によるとマイナス40ドルぐらい、マイナス40ですよ。恐ろしいですよね。今世紀初です、うん、今世紀初どころか、商品市場始まって初めての出来事、みんなそこで初めてマイナスってあったんだ、知るというCFD ならありえます ね、まあでもいらないっていう、ね、そうですよね、はい、あれなんですよ、この時はでも本当はあれなんですよね、そのマイナスつく前に CME が警告を発してたんですよ、うん、注意しろとロングは、うん、はいはいはい、まあ、コンタンゴとかね、あの辺の話が出たのもこの辺でしたよね、うん、なるほど。
で、今週 CPI ですね、木曜日しかも、はい、なのでそのタイミングでインフレが加速するなら、ね、もっと上がってしまうかな。しかも ECB 理事会までありますよ。そうそうそう、同じ時間ですね。9時半に、ね、ラガルド ECB 総裁の会見と同時に、ね、CPI の発表もあるんで、あれます、ね、本当にしかも、まあ、日柄的にもっていう意味で、はい、いろんな意味で今週の木曜日は本当に注意ですね。なんと、事前予想がですね、前年同月比で 4.7%、 どこの新興国だというぐらいのインフレです。はい、はい、アメリカ、はい、前回動いたんで注目度高いと思うんですよね。そうですね、これがさすがに 4.7 上振れて 5. いくつ出たら吹っ飛びますよね、うん、またですか、ね、またそうするとまたCPI で大きく荒れるというね。前回 4.2 でしたね、事前予想が 3. いくつだったのに対して、はい、それでも動きすぎだろうと思いますけど、動きすぎだろうと思うんですけど、まあみんなね最近なんか指標で動きたがる人が多いですよね。まあですよね、ライブ配信むしろ金曜じゃなくて木曜日の方がいいんじゃないか。あでもね、維新確かに確かに、うん、いいかもしれないです、ね、面白そうですね、うん、はい、っていうので、かなり木曜日は注目でございます、うん、どうかなんですね。はい、株見ときましょう。ニューヨーク株の方がいいですかね。そうですね、DJI ダウジョーンズインダストリアですね。そうです、はいはいはい、これは突き足です、ね、突き足そうですよね、はい、直近、うん、これもだから結構高値圏でうろちょろしてるんで、そうですよね、強いですよね。だから変化が出てくるとするとやっぱ反落の可能性があるのかなっていうことで、2日後、うん、CPI が高くて米金利が上昇、うん、で米金利が上昇して株価が下落、なるほど、っていうのがいかにもありそうな、いかにもスマートにありそうですね、うん、なるほど、あるな。10年債の入札も今週でしたかね、確か。あ、そうですね、確かね、確か今週、うん、10年債30年債があったと思います、うん、水木じゃないかとかな、ドル買いになりやすいですか、木金か、為替市場はドル買いになりやすいでしょ多分ね。そうですね、うん、新月ですか、うん、なるほど、だからそう、リズムでいくといかにもそれがありそうかなっていう意味では、うん、CPI が思いのほか高くて金利が上昇し、為替市場ではドルが買われ、はい、株式市場では株が下がる。なるほど、うん、3万4千ドルぐらいは、いやいや、この辺ぐらいまで確保してるといいですね。1000ドルぐらい下は。そんな1000ドルも動かないと思いますけどね、最近のあれでは。今日、先月の安値です。まあ、何日かかけてっていうのはあるかもしれないけど、うん、あ、まあ、そうです。まあ、一気に行くことはまあないでしょうけど、ただ、そこまで下がると、ちょっと最近のこの上昇のトレンドに対して結構警戒感高くなるでしょうね。うん、確かに。ダブルトップかしらというような。うん、そう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 。そうですね、これでつけて。うん、それこそ最近のそのダブルトップっぽい形のネックラインのとこですからね、はいはい、そうですね、うん、それとあと多分この割とこんな、うん、サポートラインっぽいのも引けそうじゃないですか、そうですね、2021年に入ってからのちょっと深めのボトム2箇所でもって、はい、それも抜けちゃいますよきっと、そこまでいっちゃったらそれって随分下げ、思いっきり下げましたね。そうですね、あるあるの、あるあるの、またこんな感じですかね、うん、で効果揉んで、こうそこまで下げたとすると戻ったところで売りたい人が出てきちゃうでしょうね。そうですね、久しぶりな感じですね、売りやすいですね、うん、まあ、ちょっと戻って相当にこれは妄想の動きですね、うん、うじうじして上抜けるか三角持ち合いなのかみたいな。ただまあ本当に木曜から金曜にかけての動きで、はい、なんとなく6月相場が決まってくるかもしれないんで注意ですね。いろいろね、いろいろ材料は本当、はい、出てくるんで。わかりました。最後にビットコイン行きましょう。えらいこっちゃ。えらいこっちゃな。これもなんかちょっとここでもって直近の安値抜けるとやらしいですよね。ギリギリですよね。そうやばいんだよ。これもう何度目ですかね。3回目です。3回目ですよね。空気悪いですね。ねえ。しかもですね、直近の出来高も大幅に減ってて、うん、アクセスも、人間様のアクセスも、Google の検索エンジン件数も減ってるんで、あ、そうですか。これはね、好都合なんですよ。あ、そうなんですか。いわゆるみんながもうやられきって、アクセス、興味を失ってる状態。そうです。それが先週、10日ぐらい前からだっけ、先週ぐらいからね。あ、そうですか。なので、
多分これは下抜けても騙しで終わるなみたいな風に僕は見てるんですね。で今日はまた急落してるんでちょっと増えてるんですが、注目なのがビットコインがですね、24時間の出来高が約 4.6 兆円ぐらいなんですが、なんと2位のイーサリアムが 4.2 兆円おお、すごいですね、はい、ほとんど同じと言ってもいいぐらいですよ ね、1割ぐらいの差なんですよ、うん、で時価総額が、でも時価総額は倍以上差があるんですよ、うん、なので明らかにイーサリアムの出来高質がいいコインになってる、うんうん、時価総額が倍以上差あるのに24時間の出来高がほぼ一緒ってなってくると、うん、おやおやみたいな感じになってくるかなと思ってます、うん、はい、過去1週間だとほぼ一緒ですね。あ、そう、うん、2兆しか差がないです、うん、あ、本当にそんなにか。で、まあ、他のコインなんかもまた0、1個違うんですけれども、バイナンスコインがまあ4324億とか3900億、うん、うん、まあそんな感じですね。はいはい、運用資産です。えらいこっちゃ99,040ドル、だいぶ減った。ギリ耐えてますね。でもギリ耐えてます。さすがです。円建てで1080万円です、ピーク、ピークどこまで行ったんですか。ピークは1900万ぐらいです。そうですよね、もうちょっとっていうところだね。そうですね、始めた日がこの辺ですね。うん、これでも本当にすごい、この600万円の時ですね。ここですね、3月なんで。でこの辺の時また1900だったんですよ、横ばいなのに。すごいですね。でやっぱさすがに耐えきれなかったです。おかしいな、ちょっと悔しいです。ということでですね、今日はイーサを中心に買ってみたいと思います。でイーサはそのなんか理由があるんですよ、出来高、うんうん、でこれ強いんですよ、これイーサ円の形なんですが、イーサだけは他の仮想通貨に対して、さっきもうビットコインはボトム圏の三角持ち合いで、もうなんかこれいつ割れるのかしらみたいな形状してるんですけど、うん、まあ安で切り上げてますもんね。そうです、完全切り上げてて、ね、イーサは、うん、ちょっと違い、ボトム圏ですけど普通のもうアセンディングトライアングルなんですよ、うん、こんな感じで、うん、素晴らしいんですよ、はいはい、強いんです、上が水平ですもんね、はい、なので何かあるなと、世界のなんか大口はイーサに向かってる可能性が高いと勝手に結論付けております、はい、でポイントはですね、去年イーサリアムバブルが起こったのが7月15日からです。過去をこう遡るとですね、こうですね、この辺からなんです。イーサターンがやってきたっていう、ドーンっていう。まだこんな値段やったか。そうなんです。今から考えると全然本当に、ね、本当に、うん、でこれはちょっと僕意識しちゃおうかなと、値、うん、動きで過去データが少ないので判断する材料が人間も AI もあんまり変わらないんですよ、うん、で考えるとシンプルに直近のその季節性をこう紐解いていくと十分あるなと、うん、で過去10年間よくあのビットコインだけ上がってアルトコインが全部全滅するっていうフェーズがよくあったんですけれども、去年ぐらいからそれがイーサリアムもビットコインっぽく動くようになってきたんで、まあいわゆるこのコインマーケットキャップでいう時価総額もそうですし、質が上がってきた可能性があって、もしかしたら今年中に1回ビットコインを抜くとか追いつくギリギリ手前まで成長する可能性はあるなと思ってまして、そうなった時に日経新聞とか世界中の報道機関がイーサリアムがっていうワードがなんか結構本物のメジャーになってくるかなと思っててですね、なんかそんなフェーズはあってもいいんじゃないかと思ってます。まだイーサリアムっていう見出しがバーッと大衆で知れ渡ったことはないと思うんですよ、はいはい、そうですね、ビットコインはほとんどみんなもう知ってますけど、うん、まあね、イーサリアムって言ったら何それってなるような気がします、うん、そうですね、はい、知らない人も多いですね。そうなんです。ではそれを勝手に狙ってですね本日のポジションはイーサリアム、うん、ちょっと比重多めなんですがさらに多めに取ってみようかなと思います、はい、ビットコイン売りのイーサリアム、そうですね、うん、ちょっともうね、ほぼ一点集中に近いんですが、でも僕はちょっとイーサーに強気になってきてるんで、うん、あと急に加速してきましたよね。そうですね、うん、うん、これがイーサ BTC のチャートですね。やっぱ強いんですよ、うんうん、イーサリアム検索ボリューム5月半ばがピークです。なるほど、ちょうどいいね。ちょっとビットコインとは違いますね、うん、なるほど、
いやでもみんながノーマークなんで一番いいと思います。ってことで成り行きで全買いしちゃいます。1ビットコイン分イーサー買っちゃいます。せいよ行きました皆さん、はい、約360万、400万買いました、はいはい、でもまあ買い時ですよね、こんだけ下がってきたっていうのもあるし。そうですね、なんかね、360万って何だけ安い感じするよね。そうそうそう、ね、本当半額ですよね。なんか本当に怖いですよね、感覚は。今27万円ぐらいで全力イーサ買いになっちゃいました、うん、はい。でこれでしばらし放置、はい、いやー元本割れはしたくないけどな、初元本割れか。まあでもしょうがないか、なんか見栄えよく10万ドルってなんないかな現金を送金してください。まあおよそ27万ぐらいですかね今、はい、イーサリアム。はいはい、以上直近の相場概況をお話ししましたが、まあでもなんか全体的に空気感はどの金融市場も重苦しいですね、うん、そうですね、はい、うんうん、まあちょっと次の動きを待ってるということで、まあ材料待ちですよね、うんうんうん、まあ、そういった意味ではまあ木曜待ちかな本当に、はい、はい、そんな感じでございます、はい、また、不定期ですが馬さんも、はい、ご招待、遊びに来させていただきます、はい、招待して、はい、為替とか、はい、株とかビットコイン分析していきたいと思います。はい、はい、以上直近相場概況でした。はい。